まして、ライン店のおうちです。今日はお店の中を一つ一つ紹介していこうと思いますので、よろしくお願いします。では早速お店に入りましょう。こちらが受付になります。で、こちら奥の方に待合室があります。待合室には、紙を絞り、爪研ぎ、爪切りがあるので、お客さんの爪が伸びてるですとか、あとは指入れの際に女の子が痛いっていう思いをすることもないので安心してください。で、こちら上の方を見ていただいて、はい、でこちらの上の方に、お客様が見るその注意事項の看板があって、でその上に、女の子が確認する用の、カメラがついています。で、こちらの方ですね。と、ご案内前に、こちらのモニターでお客様の顔を確認して、事前に知人バレなどを、防ぎ、これからお部屋の、案内をしていきますね。どうぞ。で、こちらが女の子が実際に、接客するお部屋になります。で、すごい、従業員みんなで一生懸命掃除しているので、すごい綺麗な環境で、お仕事することができます。こちらが浴室になりますね。備品について説明させていただきますね。こちらが、イソジンで、お口の消毒液になります。で、こちらが、クリンスというデリケートゾーンなんかを、消毒するちょっと強力な石鹸みたいなものになりますね。で、こちらはボディーソープで、またこちらが、モンダミンになります。で、接客前ですとか、あとはそのお客さんと、プレイし終わった後に、こちらで口をゆすいでもらうっていう形になりますね。と、こちらがマット用のローション。こちらが普通のお風呂場でのサービス用のローションになるんですけど、すごい肌にいいやつを使っているので、体の、その肌荒れとかそういうのもほぼなく接客できます。お客様の管理画面で、お客様の情報を管理しているので、マナーのいいお客さんですとか、あとは紳士的なお客さんしかつかないようになっておりますので、ご安心ください。ご覧いただき、ありがとうございました。ちょっと動画ではちょっと説明足らずな部分もあったと思いますが、詳しくはお店に問い合わせていただければ、スタッフが丁寧に説明いたしますので、じゃあよろしくお願いいたします。